東海エリアを中心に全国で活躍中の男性エンターテイメントグループボーイズ&メン、そのボイメンの弟分グループボーイズ&メン研究生が東名阪をめぐるツアー BMK 崖っぷちツアー2019をスタートさせる。通称 BMK メンバーは中原聡太、北川節楽、米谷京介、三角一輝、松岡健貴介、佐藤匠の6人。フレッシュなのに男らしい雰囲気と個性的なキャラクターが特徴的で、じわじわと人気を獲得している。昨年5月、和田アキ子のデビュー50周年プロジェクトに参加したコラボシングル、愛を頑張ってては、その名を全国に知らしめ、同年の日本レコード大賞では企画賞を受賞、輝かしいステージを早くも経験。そんな BMK だが、結成当初、13人で活動していた時期がある。2017年春、メンバー7人が別グループ、祭り9としてメジャーデビュー。それ以外のメンバーで、現在の6人体制を取った。当時のことをメンバーは、13人から6人になると、聞いた時は、この先どうなってしまうのだろうと思いました。北川節楽、2グループに分かれる。しかも一方は、メジャーデビューすると発表された時は、それが現実とは思えなかった。松岡健貴介と振り返る。祭り9は結成するや否や先にメジャーデビューを果たしてしまったのだ。元は同じグループで活動していた仲間だけに比べられることもあった。それが悔しく、ただただ喪失感で、最初は放心状態になったこともあったと繰り返しメンバーは口を揃える。とはいえ、ずっと落ち込んでいるわけにもいかないし、それがかえって僕らの原動力になりました。それ以上に、やっぱり仲間、切磋琢磨し合って、お互いで成長し合えるグループだと今こそ感じます。佐藤匠。次のステップに向けて進んでいかなくてはという中で、6人の BMK として、自分たちは自分たち、と、自然と切り替えられていきました。北川節楽。ライブイベントを一緒にやることもあるので、たまに会うと、お互いに、自分の足りない部分に気づくそう、三角一輝は言った。負けたくない、という気持ちがいいように作用して、次に、BMK がなすべきことが明確になっていったのだ。BMK が大きく飛躍したのは、冒頭でも言及した、和田アキ子デビュー50周年プロジェクトに参加したことだ。コラボシングルは世間の話題を集めただけでなく、オリコンデイリーシングルランキング初登場2位、週刊シングルランキング初登場2位を獲得し、日本レコード協会ゴールドディスクにも認定された。プロモーションのため、たくさんのテレビ番組やラジオに出させてもらったんですけど、それが分刻みだったんです。やっぱりアッコさんのパワーは、すごいです、かっこ笑い。しかも、あのコラボがきっかけで、リリースイベントに来てくださるファンの方もいて、一緒に歌わせていただいただけでもすごい経験なのに、それ以上のものを得られました。米谷京介。さらにその活動中に、BMK 真夏の10本勝負、と銘打って、10パターンのバラエティに富んだライブを開催したことが、大きく彼らを成長させた。中原聡太曰く、ライブの構成をスタッフさんと相談しながら自分たちのアイディアも出して作っていったんですけど、ある時に掴めた手応えがあったというか、今の BMK のステージは10本勝負があったからこそ定着していったんじゃないかなと感じています。2018年11月には6人体制になって3枚目のシングル「崖っぷち純情」をリリース。
発売当日に BM シアターにて開催するニューシングル発売記念ライブのチケットを完売させなければ、これがラストシングルという条件付きでの発売となったが、無事にチケットは完売。とはいえ、まだまだ登らなければいけない崖があるとメンバーは語る。名古屋を皮切りに始まる、このツアーでは、崖っぷちをテーマに、BMK の楽曲をメインにして、13人時代の楽曲も披露する予定です。名古屋、東京、大阪での構成や演出も変えているので、それぞれの都市で、僕らの個性を見せていけるんじゃないかな、ミスミ。まずは、このツアーを盛り上げたい。その次は、まだ会いに行けていない地域の方にも会いに行きたいです。46都道府県ツアーが目標です。松岡、僕らは僕らでスタイルを築いていく。6人になったと聞いたあの日、まるで崖から突き落とされたような気分に陥ったであろう。メンバーは、今はその崖を自力で這い上がっている。頂上を目指して、BMK の魅力は、そんな臨場感あふれる力強さにこそある。